そこは DS のプクプクビーチ。おお、暑そうだなこの学校。3、これぐらい。あ、あいつがいる、あのマリオさん社員のやつ、なんて言ったっけ、なんとかロンゾ族みたいなやつあ、そしてミニマップを見ろ俺は体で覚えようとするな曲がり角ふい。そしてまだまだ飛んでいる。よし、これも上がるのかミニマップ全然見れてない。お、何が起きた、あれか、また空気抵抗の何がしが起きたか。おーっと、水が、細い細い道が、そしてふんふんとよからの音がしてるけど、なーんじゃ。お、やばい、ヤシの木破壊して進もう。そして2位になってしまった。ここは意外とそんなになんだろう、あの道を必ず通りましょうみたいなことしなくても意外と進める。転べ、あ、泥に入ってしまった。コース、まずコースを覚えよう、位置取りライン取りというかコースを覚えよう。ここで右か、ふう、危ね、あー後ろから迫る、ケツを掘るな、やめろ、訴えるぞ。で次が、あー、なんか奮起した、何が起きた、あーやめろ何してやがる、こいつら全員敵か、そうだよな確かに俺が間違ってたら全員敵だ。よし、これキノコがあったらここでショートカットができるんだろうけど、あ、カニがいる、こいつはもう一歩、よし、で、いや、あ、しかも俺を狙ってる赤コーラもいなかった今。でここでどこら辺で曲がればいい、違うな、今全然ドリフテレなかったドリフテレごめんごめん、今変なマイクにものすごいうるさい音が入っちゃったかも。あーんと、やばいな、このままじゃもうちょっとなんだろう、リードしておかないとファイナルラップでまた抜かれる恐れがある。うーん、感じろ感じろ心の目と、あと匂いで、匂いでなんとかするんだ。やばくないかこれあ、お前、うわこいつらなんてこった、一斉に俺のことを狙っている。キノコ出ろ、とこうか、こうだろ、もっといいなんかショートカットありそうだな。そして今なんか赤コーラっぽいの見えたぞ、気のせいか。あ、ちょっと相当に大きく触れてしまった、膨らんでしまった。あー、ここももうちょっと早く行くべきだった。そしてもう間に合わないか、もういないね、残念。あれ、あ、違う、1位だ、あれ、俺いつの間に1位になってたんだあれ結構真裏というか一瞬で抜いたのかな、あれ、後で動画をちょっと確認しよう。さあここは、おお、64のキノピオハイウェイ、ここ大好きだった。なんとかね、そのなんだろう、車にぶつかって楽しんだりとかしたよね。でもね、懐かしいからといってね覚えてるわけじゃないぞ。どういうステージだっけ、なんかシンプルな見た目だっけ、こんな感じだっけ覚えてねうーん、なんかもっと、あ、壁走りもできると。しかし、あー、やべ、怖い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 、おっと長距離バス、おー今飛ぼうと思ったのにガンやばいやばい、俺にぶつかる、まあなんてこった、大丈夫大丈夫、お、これ登れんじゃね、おー、あ、こらやめて。そしてうんちゃんに挨拶をしつつ、ペッピー、はい、バス会社の人にも、あ、お疲れです、そろそろサービスエリア寄っとく。フラワーはどうやって使うのこれ、これ火に引火させていい、そういう、あ、やべ、使ってみよう、えい、お、こうか、なるほど、なあこの野郎、こうやって相手を少しなんかいじめると。使用回数制限どんなもんだ、あ、もう終わっちゃった、あ、ピットインしてるピットインじゃないや、多分あそこでちょっとパンクしちゃったからあそこに止まってジャフを呼ぶんだな、さっきのワリオは、多分ワリオかな、今いたのは。ドリフトもどこら辺で使おう、もうずっと常にやってるぐらいでいいかな。でちょっと横に寄っちゃうとあれかな、減速しちゃうかな、どこら辺を一度っとこう、
でもね、前にいるのはいいんだけど、1位でいるのはいいんだけども、それだけね向こうの赤コーラとかに狙われてる恐れもあるから。あー、その車ちょっと乗りたかったけども、そしてドリフトに時間が足りてない。飛ぶぜ、にゃーお。あ、ケツをこっちに向けた、なんてこった。広いからその幅をうまく利用して、違うなそして前に打ってしまった、やばい自分自身で何かを犯してしまった。えい、おろ、わーお、わーお。あー、失敗失敗。これは速くなってるのか遅くなってるのかよくわからん。加速板を使ってるからちょっと速くなってるのか。で、ここで戻る。どんくらい差をつけてる。ミニマップを見て今の敵との差を。おーっと、ここで、あ、ふー、やっほー。あ、なるほど、これで車の上にさらに乗ったりもできるわけね。へー、そして結構そんなに差がない、後続との。気をつけんと、ちょっとのミスで追い抜かれるやもしれん。お、これは問題なくゴール。ブーブルフー今そんなの聞こえなかった。猫ピーチやったにゃーん。次に進む。これで終わりか。何カップだっけ、コーラカップか。あー、でもこのキノピオなんだっけ、ハイウェイは懐かしかったな。よーし、コーラを手に入れたぜ。ハイライト、ゲン、アタリアピーチ。あ、邪魔だよって。やーん、ヤッホー。今日は覚えたぜ、このジャンプ。ヤッホーと。あ、これ失敗してやがる。で、ここ、自分から当たりに行く。バナナに飢えてるんだな。お、うまいこと当たってたんだ。そして、ピーチを、あー、ちょっと編集さん、そういう、好プレイだけでいいから、チンプレイの方は映さなくていいよ。おー、キンキラキンのコーラトロフィー、いいね。ブヌーヌカップで遊べるようになりました。お、バナナといったら俺にうってつけか、新しいキャラクターを。おお、新しいマシンパーツ。あ、やっぱコインを集めるとこういう特典がもらえるわけね。これ表彰台に登ってわっほーいみたいのはないのかな。ちょっと何を手に入れたか見てみよう。これか、ルドビックじゃないと思う、ロイか敵と言ってごまん。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃー。